full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own。 ただいまの時刻、夕方の5時15分です。今からですね、山を降りてイカ釣りをちょっとね、しようと思ってます。まあ秋イカの、小さいイカが釣れるんじゃないかなと思って、それ狙いで、でその後日が暮れてきたらですね、焚き火台で焚き火をしながらお湯を沸かしてラーメンを食べて帰りたいなと思います。で今回はね、明日ちょっと用事があるのでお泊まりできないですので、まあ、ご飯を食べたらね撤収という形になるんですけど、まあ、イカ釣りもそこそこちょっとね、時間をかけてしたいので、まあ、そこら辺はね時間の許す限りゆっくり待ったりしていこうと思います。それではね、早速山の方降りていこうと思います。今回の装備はこのような形ですね。まあ、いつも僕が使っているバッグの下にテントをカルビナなんかで結びました。あとクーラーボックスと釣り竿とナタ、ちょっと荷物が多いんですけど、まあ、今回はねちょっと仕方ないかなということで、これで山の方降りてみようと思います。靴はですね、昔から僕が愛用しているこのスパイクですね、魚釣り用のスパイクシューズになります。アマゾンで結構安かったんですけど、評価が高くてね、コスパがいいということで、愛用しております。早速ですね、準備の方をして降りていこうと思います。ここをね、縛れるのがいいんですよね。こうやって。結構足首までしっかり固定できるので、急なね岩場とかそういうとこでも足首が痛くならないです。そしてめちゃくちゃ重たいこのバッグをからって、この中に釣り道具とか水とかいっぱい入ってるんで結構重たいです。できればね両手を開けた状態で山を降りたいんですけど、まあ、今回はですねちょっとそういうバッグとか道具がないので、これで我慢して降りようと思います。まあ十分注意しながらですね降りていこうと思います。ナタと釣り竿の組み合わせってなかなかないですよね。あら、こっちだったよな。うわ、めっちゃイノシシ来てる。イノシシが鼻で穴を開けてるね。やっぱりいるんだ。うわ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 、結構険しいな。やっぱり早速めちゃくちゃ急勾配だ。いて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 、このトゲトゲが痛い。すごいね、よくこんなとこ切り開いたな。自分で自分を褒めてやりたいわ。着きました。あ、イノシシが来てるわ。ここまでウリボート、ほらイノシシの足跡だ。結構でかいぞ。この間来た時よりも結構ゴミがね上に上がってるんですよね。波が上まで来るってことだな、これは。まあ今が満潮が終わってからの下げ始めの時間帯なので、まあ今日はですねそんな潮位が上がることもないと思いますので、まあ問題ないとは思うんですけど、また次来る時はですねちょっと注意しないと危ないですね。で今回はここら辺にテントを建てたいと思います。ここですね、キャンプ地としたいと思います。
はい、今ですね、夕真面目でちょっとね、3、40分ぐらい投げてみたんですけど、反応がないので、とりあえず今からですね、焚き火を始めて、ちょっとね、間を上げてからもう少ししてエギングを再開したいと思います。はい、今回ですね、使用する焚き火台はこちらになるんですけど、前回もね、あのキャンプで使ったんですけど、 Amazon でめちゃくちゃ売れてる、あの組み立てが1秒でできるって言われている焚き火台になります。中身はこのようになっていて、網が2枚入ってました。で、中身がこのようになっていて、こちらがね、あの上面になります。でね、これをね、ちょっとよく見てもらいたいんですけど、僕のね、ここがね、あのこっちの面に比べてここなんか長いんですよね。多分これ不良品じゃないかなと思ってるんですけど、まあ使ってしまったんで、まあしょうがないかなと思ってこのまま使えますけど、ちょっとね、当たり外れがあるような気がします。それではこいつをね、組み立ててみようと思います。ここの後ろの指を離すと1秒で組み立てられるんですけど、なんかちょっとね、僕のこれバランスが悪くて1秒ずつなかったりするんですよね。いきます、せーの。あー、なんか 1.5 秒ぐらいかな。なんかちょっと反応がね、いまいち良くないですね。こいつが椅子でいいかな。あー、まあまあいいか、ないよりはいいな。いつものカンナくずも持ってきました。こういう海辺でキャンプするのも意外に面白いですね。ただイノシシが怖いんですけど、このぐらいで火がついてくれるといいな。感じだね。よし、はい、あれからですね、エギングをちょっとね、頑張ってみたんですけど、全然反応なくて、まあね、時間的にもそろそろ帰る時間ですので、テントを片付けて撤収しようと思います。